今日10月10日は転倒予防の日です。コロナ禍の運動不足などで転倒する恐れが高まっているとして消費者庁などは注意を呼びかけています。転倒などによって死亡した65歳以上の人は去年8851人と1995年以降で最も多く、交通事故による死亡の4倍余りに上っています。また先月までに職場で起きた転倒災害は去年の同じ時期より2割増加しています。消費者庁と厚生労働省はコロナ禍で家にいる時間が増えて運動不足になっている上、緊急事態宣言の解除で外出の機会が増え急に動くと転倒する恐れが高まっていると注意を呼びかけています。